ザザン。これはね、前回ゲットしたインゲニア。インゲニアね、すげえ簡単な名前だったわ。インゲニア、これはインゲニのもの、インゲニのものって意味だって。インゲニっていうのはモンゴルの地名、多分そこで見つかったんじゃないかな。うん、オビラプトル、オビラプトル類、オビラプトル科の恐竜ね。オビラプトル科の、かわいいよね。で、これですよ、気になるベロキラプトル。このベロキラプトルは素早い恐竜、あ、素早い略奪者だ。ラプトルはあれだ、略奪者って意味だから、素早い略奪者って意味。これがベロキラプトルね。いいね、奈良がかっこいいよ。インゲニアとベロキラプトル、前回ゲットしたやつということで、よっしゃ、今回こそはね、今回こそは絶対出そうぜ。当たり、当たり出てくるよ。ただでも念じてっから今、ゴアマガラ頼むぜ。ゴアマガラ、ゴアマガラ、あなたのパワーを、君のパワーを俺にくれ。よし、ってことで、ザン、ミスターゴアマガラ当たりカード、ザン。くそー、マジもう意地でも出ねえな、意地でも出ねえぞ、ザン。お、持ってない。ファイルナンバー66、ドロマエオサウルス。ドロマエオサウルス、サウルスはトカゲって意味なんだけど、ドロマエオがわからん。ドロマエオ、まあこれも調べとこう。約2メートルで動物の肉をむさぼり食っている。かっけー。で、時代が白亜紀後期、約6600万年前で、手足の鋭い爪や歯を武器にする敏捷なハンター恐竜。へえ。爪で器用に木登りもできたと考えられている。ほう、まあ2メートル、まあ機動性に富んでそうだねこいつね。ドロマエオサウルス、かっけー。ファイルナンバー66、まあ持ってないから最強に嬉しいぜ。これ持ってないから、すげえすげえ、最強で、こっちに移るということで、頼むぜ。これまさか当たりか、なんか当たりの予感してきたわ。ザン、くっそ、ことごとく外れる俺の予感。ザザン、お、ティタノサウルス、これ持ってるわ。ファイルナンバー55、ティタノサウルス、あれ持ってたっけな。9メートルが12センチで、時代が白亜紀後期、6900万年前から6550万年前。大変繁栄した竜脚類で、竜脚類で、化石は南アメリカ、インド、マダガスカルから発見されている。あれ、ティタノサウルス持ってねえかも。ちょっと待って、点検していい、確かめていい。あれ、ティタノサウルス持ってないかな。あ、もしかしたら持ってないかも。あれ、でも持ってる気はするな。ティタノサウルスは、あれ、これ絶対持ってる気がするんだけど、ティタノサウルス覚えがある。あれ、まさか、あ、まさか持ってねえわ、ティタノサウルス。きたー、これティタノサウルスだから、多分タイタン、タイタンのトカゲって意味かな。でかいから、タイタンのトカゲ、ティタノサウルス多分。あれ持ってなかった、これ、あれ持ってたような気がするんだけど。あ、それあれかな、あの高賀の巨人って意味のさ、恐竜かもしんない。あ、これ持ってないわ。あ、フアンヘティタンだ、俺これと間違った。フアンヘティタン、これだよ。フアンヘティタンは高賀の巨人を意味する名前を持ってる。お、ティタノサウルス持ってないわ、来た。あれ、でもこれ持ってる気がするんだけど、ちょっと待って、あれ持ってなかったっけな、ティタノサウルス。マジで記憶力悪いな俺。ティタノサウルス、あ、持ってねえわ。あ、来た、両方とも持ってないの来たわ。あ、めっちゃ嬉しい。ティタノサウルスは多分ね、タイタンのトカゲだと思う。これタイタンじゃん、タイタン、やった、持ってない、両方持ってないの出たわ。これがわかんない、ドロマエオサウルス、これもう次回まで調べとこう。じゃん、やったぜ、今回両方と思ってるんで、こうやってなんかね、不安げていたのと被ったけど、めっちゃ嬉しい。ファイルナンバー66のドロマエオサウルスとファイルナンバー55のティタノサウルス、今回は両方ともね、2枚と思ってないカードが、恐竜カードゲット、ゲットで、ということで、また次回ね、次回こそはこの波に乗って、いや、ほんと出ねえな、毎回次回こそ、次回こそ気合だけは入れてんだけど、なかなかもう出ないっていうね、くそー。まあ、簡単に出てもらっちゃ困るけどね。うん。ということで、また次回、当たりカードで、当たりカード、次回こそはね、当たりカードでお会いしましょう。くそ、なかなか出ないな。まあ、肉食と草食ね、両方持ってないの出たから。今日はよしとしよう。うん。ドロマエオサウルス、バイバイ。いや、こいつめっちゃかっけえわ。超気に入った。